だってどうしたの、買ったの？買いました。は？ちょっと何 LSO 売りました。やってますよね。早すぎない？え、なんで？いや、LS 実は半年ぐらい前に売っちゃったんですよ。なんかあったの？いや、なんかあったとかじゃなくて気分が。あ、そうで、なんか車高とか落とせないから、落とせなくないけど、なんだろう、いや、落とせないですよ。車高調で乗りたいから、クラウン買ったんですよ、はい、20系の、はいはい、クラウン買って、で、その車が半年ぐらいしか車検なかったんですよ、はい、半年ぐらいしか車検なくて、で、2年ぐらい車検取って乗ろうかなと思ってたんですけど、はい、その矢先にプリウス新しいの出るっていう話が出て、それでそのクラウンも売って。よく来たじゃないですか、この早く。そうなんですよ、今あれですよ、注文入れて何年？納期が今1年半待ちですよ。よくあったじゃん。そうなんですよ、もう本当予約開始日の朝依頼って、うん、あ、で、そういうこと、契約して、契約っていうか、予約して、なんかエアロもついてんじゃない、これモデリスタで。モデリスタでいくらぐらいするか、後ろとサイドと前ついてるんですけど、はい、全部入れて30万ぐらいですよ。やばっ。これこういう状態なんですか、最初から。そうなんですよ、ここだけ、なんか元々ここすごいえぐれてるんですよ、車のデザインみたいな感じで。そっか、ここをこうつけるような。そう、それをなんか固定するじゃないですか、そんな感じで。これ新しいっすね、やっぱデザインが。で、リアも。リアも。あー、これだいぶ違うね、形が。で、30万か、これが。すげえな。めちゃくちゃ高いっすよね。高い。あとはなんかついてる、外装オプションみたいな。外装はもうモデリスタだけで、あとはオプションでガラスルーフとかをつけたんですけど。これいくらぐらいですか、ガラスルーフ。ガラスルーフが12万とかでしたね。あー、まあでもそれはね、妥当かなと思うけど。う、うん、燃費がビッター、ここから家から所沢から大田まで来るので、ビッター25ぐらいだったんですよ。やっぱ見られますね、まだ。いや、そう、あんま走ってないですよね。走ってないから。こういうライトなんかも新しいっすね。造形が結構特殊ですよね。まじまじ見たら初めてだ。あー、なんか人気ありますね、やっぱね、デザイン。すごいらしいですよ。すごい人気ある。は大成功したみたいで。これ何、カメラですか？全方位カメラついてるんですよ。あ、そういうこと。日産のアラウンドビューモニターみたいな。どうに光るんですか？このポジションあるじゃないですか。はい。ポジションなんですけど、はい、ここがウィンカーになってます。はあ。あ、それごと。あ、これ目立つな。もう今流れるなくなりましたからね。そうですね。ああ、こういう感じなのね。後ろはやっぱ同じような。そうですね。後ろ、まあ、一文字なんだね。そうですね。テールランプが。ああ、これ今こういうデザインだもんな。なんかエンブレムがこう離れているの最近流行ってるじゃないですか。ああ、だいぶあれですね、離れてるんだ。あんまりなんか好きじゃないんですよね、俺的に。結構開いてんだね、間隔が。そうなんですよ、このぐらい開いてるんですよ。あ、で、文字がなんか特殊な。そう、これ全部黒なんですよね、もともと最初から。あれ、足入ってんじゃないもん、これ。足入ってないっす。これノーマル？ノーマルです。19?20 ですか？19インチです。19。グレードがすごいな、これ。普通に買えるグレードで G と Z っていうのがあって、Z だとこのホイールがつくんですよ。なんかもう車外みたいなインパクトあるね。あ、純正からこれなんだ今。チョコもノーマルですか？ノーマルです、これで。あ、なんかだいぶあれっすね。低く見えますよね。低く、なんか言ってんかなと思って。内装も全然違うな。そうなんですよ、50系とかとは違って全然新しいな。メーター何？あれになった。前までなんか真ん中にこうあったじゃないですか。ありましたね。まあ、これなんですよね。画面もでかいね。めちゃめちゃでかいですね。で、なんだろう、ミラーリングっていうのかな、これ。はい、iPhone の画面みたいにできるんですよ。ああ、あ、本当だ。純正が、こんな。はいはいはい。あ、最新だからね、これね。でもなんかあんまり好きじゃなくて、なんか絵がなんかチャッチーなとか思って、そうで いつも消してる。そう、こっちの。でもまあ確かに新しさはあるね、このデザインはやっぱ。
内装オプションあるんですか？なんか内装だとこれですかね、デジタルインナミラ。デジタルインナミラ、これいくらぐらい？これがこれも多分10万ぐらいだったかな。どうですか満足度は？満足度は、うん、もうトータルもう 100% じゃないですか。おお、うん、これはいいじゃないですか。力も結構あるんですよ。前のが 1.8 なんですよ全部、はいはいはい、30とか50も、はい、今回の方から2リッターが出たんですよ。これは 何リッターの？これ2リッターです。なんか1個思ったのが、うん、ハンドルがすごいちっちゃいんですよ。でもハンドル自体はめちゃくちゃ軽くて運転はめっちゃしやすいんですよ。しやすいですか？そう。あ、なるほどなるほど。シフトって変わりました？場所シフトは前こっちの方でした。前こっちでした ね、この辺にあったんですけど、変わったんだ。じゃあ手元にある方がやっぱ楽です、まあ、もシフトノブはもう今トヨタみんなこれじゃないですかね。そう、レクサスも短いね。あ、でも内装のあれも質感もいいんじゃないかな。そうなんですよ、結構いいですよね。ね、うん、今の車にしてはだいぶいいですよね、はいはいはい、やっぱプリウスとかになると売れ筋だから気合い入ってんのかな。ちょっと力入れたんですかね。そんな気がしますね。アンビエントライトとかもあって、そうそうそう、赤く光ってるんですよ。でもおしゃれだよね。嫌味じゃない程度にね、周り中にあるとかじゃなくて。そう、あとは電源があってって感じですか。あとこれワイヤレス充電ついてて、あ、ここ置けばいいんだ。使ってないんですけど、はいはい、僕あの iPhone 14 Pro なんですよ。あ、はいはい、14 Pro だとワイヤレスなんかできないんですよね。あ、合わないんだ。じゃあカメラがでっかいじゃないですか。ああ、それでできないんですよ。旅行地でも固めじゃないですか結構、うん、自分50も乗ったことあるんですけど、それに比べたらだいぶ足硬いなと思って。50の方がこう柔らかいですね。柔らかいですね。だいたいいくらぐらいするんですか、プリウスは。本体が370でした、これ、はいはい、本体が370 で、はい、でモデリスタと、はい、あとガラスルーフ、はい、でデジタルインナーミラー、はい、とかオプションつけて乗り出しで440でした。もうプリウスにしちゃ高いですよ。今までってどのくらいだったんですか？今まで多分もうちょい安かった。50、あ、でも50系値段わかんないですけど、30系とかだったら多分一番上でも350とかで乗り出しいけたんじゃないですか。じゃあ値段上がってんですね。歌が可愛いわ。あんまりなんか情報ね載せる量少ないんですけど、うん、必要最低限の。そうな感じですね。中古車が出回ってて、うん、でもその中古車はもうやっぱ買う人がいるから、うん、もう相場が結構上がっちゃってるんですよね。そうルーフもあるしね。そうなんですよ。ただこれやっぱガラスルーフだから、はい、開かないんですよね。あ、もう見えるって感じ。そうそうそう、俺としてはやっぱサンルーフはね、チルとしてなんぼみたいな。いやー、まあでも良かったじゃないですか。しばらくね、これで。まあ、そうですね。そろそろ落ち着かないとなと。あカスタムは？とりあえず車庫帳を入れたいなと思ってんですけど、はいはい、まだ何も調べてなくて、どこの会社が出してるのか分かんないんですけど。はい、いや、この新車の匂いがすごいね。そうですね。このなんか匂いがいいですよね。いい。もうちょい残ってますよ多分。どの方向剤よりもやっぱ新車の匂いだよね。まだ免許取って3年なのに。すごいですね。なんか4回も乗り換えです。金もねえくせに。いやいやー、いいっすね、おしゃれっすね。